韓国アイドルグループユーキス出身の依頼が妻でモデルのチヨンスとの離婚を発表した。依頼は26日、自身の SNS に2020年は私たちみんなにとって大変な年でした年、妻と僕は離婚することにした年、長文を掲載した。彼は僕は現在米国にいて、マイケルは韓国で母親と一緒に暮らしている年、今はマイケルに会えないが、できる限り彼に会いに行って、息子が必要とする父親になれるよう一生懸命努力すると記した。また将来がどうなるかわからないが、息子と彼の母親が幸せになることを祈っている年何年にもわたる皆様のご支援に心より感謝申し上げるとともに、このように終わったことをお詫びしたいと付け加えた。一方、依頼とチヨンスは2014年に結婚し、2017年に結婚式を挙げた。二人には息子が一人いる。俳優パクヨンスの娘の卒業写真が話題。小学校の卒業アルバム。芸能人並みの可愛さ。TWICE 辞表、皆に買ってもらったぬいぐるみを自慢、どちらも可愛すぎると話題。皆が買ってくれた、羨ましいでしょう、ワンス。皆ちゃん、ありがとうとコメント。ライバンリン、路上喫煙つばつき8歳上女性との熱愛に続き、今度はスタッフからの態度暴露まで登場。その関係者は、インタビューに臨んだライバンリンの首や胸にキスマークがあったためマフラーで隠して撮影した、などと暴露している。